ここ最近テレビを賑わしている素敵なヒーローがいる。そう、みんなの知ってるキラー仮面、僕のパパさ。いや本当に嬉しいよね。あんだけのねテレビの取材がいっぱい来て、もう何日本のスターというよりも、や世界の、いや宇宙のスーパースターかな。ね、みんなに届けるよ、そのスターの言葉を。みんなで呼ぼう、スーパースターキラー仮面、カモン。登場。じゃあじゃあじゃあ。あ、いいよ、止まって。こっち、カメラあちらさ。さあ、カメラあちらだ。語ってやってくれ。あ、どこまで歩いちゃうのかな。カメラあそこで。はい。語ろう。ちょっと、はい。親父、やったな。テレビに取り上げられて、うちらもこれでもう名実ともにスーパースターさん。そうだな、名実ともにスーパースターだな。もうだって依頼だってバン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 もうダイレクトメール入ってるわけだからさ、まあどれにしどれで選ぼうかね、悩んじゃうとこだよね。本当に企業案件もバチ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 来てるよ、ボンボン苦しい。嬉しいね、金が入ってくるもっとと思ったね。笑いが止まんないね、父ちゃん。笑ってる。まだ、いやいや、まだまだうちらの名前響いてよ。柴田はなんかクソだ、クソ。柴田はクソ。もう少しあのヒカキン様に追いつくかもしれないよ、うちらもね。ヒカキンね、テレビ取り上げられちゃったからね。ヒカキンのキラー仮面がやっぱり、きっとキラー仮面がついに、やっと時代が、やっと時代が追いついたかな。追いついてったな。いい感じで嬉しいな。これやっとテレビの CM も来ますね、きっと。テレビ乗ったよ。どうしようかな、俺ちょっと、おやじ、俺ランボルギーニ欲しい、ランボルギーニ。ランボルギーニ何がいいの？ランボルギーニ欲しい。ロレックス欲しい。何す、全部のキャラ、金のやつ、ゴールド、父ちゃん。俺ちょっと、ね、何がいいかな、俺あれ、毎日見るんだよ、僕、あの、何マジロレックス並べて見るんだよ。ロレックスも僕可愛いお姉ちゃんとウハウハしたいよ。楽しみ。いやもうね、どうなるかね、もう知名度もう名実ともに。可愛くなくてもいいな。いいんじゃないの。いやこんなんだったらさ、あんなクソみたいな料理研究、何 YouTube 料理何 YouTube 料理研究家、あんなやつによ1500円なんか払わなきゃよかったよ。だからしいあのクソガキはよ、使えねえな。コミュニティに詐欺のよ貼っただけだぜ。ああ詐欺だよ、詐欺や。クソガキだよ、使えねえよないし。クソガキに騙される方も騙される方だよ。もう本当にテレビ局の方が力が強いしな。うちらもスーパースターになっちゃうぜ。テレビの力は強い、強いです。お父ちゃん、このそのうち月9でデビューしちゃう。月9でキムタクになっちゃうやんか。第2のキムタクや。すごいな。回れ回れメリーゴーラウンド。まあ、俺もね、それにあやかって、親父についてく一生。楽しみだな。何買うかな、ベンツもいいな。欲しいものは何でも買える。何でも買える。金も女もね。地位も名誉も全部手に入るやんか。ついにうちらもビクやで。おーい。世界を制したよ。そう、世界。世界を制して、そのうちあれだよ。あの、例の金持ちが行くっていう、宇宙旅行も行けるやで。宇宙旅行行っちゃうね、可愛い姉ちゃんはべらかして宇宙旅行行けるやで、たちゃん鼻水垂らせればやないよね。鼻水やばいの、あ乗っちゃいそうだ。この鼻水が地球、あ危ない、あついちゃった、ね、あもう汚ね、汚ね、いや汚ねえけど、この鼻水がダイヤモンドに変わる日が来るんで、ダイヤモンドの鼻水やで、みんな見とけ、きつい。鼻水ダイヤモンドです。みんなこの鼻水欲しがる日が来る。この鼻水ダイヤモンド。